気絶戦大丈夫博士。ロケットの打ち上げだったら大森山の山頂あたりがいいかもね。大森山。じゃあみんな先に山頂で待ってて。やるなに。ミーたちは博士を呼びに行くだに。お、マジか。ヒューリー博士のより病室に行こう。おお、これで博士の夢が叶うのか。てか急激にこんなさ、妖怪みんな集めてさ、君は誰だいってなることない。え、だってウサピョン、もう死んで妖怪になっとんやろ？ヒューリー博士に見えるのかい？ねえ、謎よね、そこ。いや、誰だよ、なぜ私を知っているんだよ。あ、まあ、でも有名人か。え、でも有名人やったら有名人やったで、なんかさ、え、なに、ふざけてるのみたいな。からかってるのみたいな感じにならない？またあのトンネルを渡っていくのか。トンネルを渡る。トンネルをくぐり抜けていくのか。すごい行ったり来たりよね。もう何回このトンネルをくぐったか。そして何回あの人たちは、繰り返しここをくぐってるのか。まあ一緒やんね、私らと。そっか、病院はこっち側やったんやね。さあ。だってまだヒューリー博士一回も会ってないんよね。一回も会ってないし、何を頼まれたわけでもないのに、急激に女の子が頼もうって入ってって、ロケット作りませんみたいな。怪しくしかないやん。これなんか落としとるよ。え？え？空き缶？なんかすげえ蹴り飛ばしたけど、あれゴミ箱に捨てたりとかした方がいいんじゃないん？ね。捨てれんのか。どの辺？こっち。お、あっこだ、あっこだ。病院。さあ、到着。福北病院。そして、ヒューリー博士の病室へ。やっと感動の再会やね。向こうに見えるかどうかはわからんけど。うおー、なんか、すごい堂々と入ってく。博士。何？ちわち。ヒューリー博士。なんだね、君は。は？って言われた。博士の友人の友人ですかね。何？私の友人だと？そうです。遠い昔に交わした小さな友人との約束、果たしませんか？お。何のことだかわからないな。すまんが出て行ってくれないか。絶対わかったやろ、今。何？博士。わかりました。出て行きます。だけど、もし来れるなら、来てもらえませんか？大森山の山頂で待ってますから。病人にそんなこと言われてもね。山頂まで来いと。結構厳しいよ、山頂って。君、ちょっと目が疲れてるんじゃない？ゲームのやりすぎってところかな。窓から遠くの景色も遠くの景色でも眺めて、ちょっと休憩してみたらどうだい？あれよ、遠くの緑を見るのがいいっていうよ、視力は。やけんね、山道とか通るときはちょっと遠くをこうって見えんわな。見た方がいいよ。で、大森山山頂。え、もしや大森山はまたしてもあの、トンネルをくぐり抜けて、自分の家の方に戻るんじゃないの？あ、絶対そうや。だってこんな街中なわけないもんね。お、え、消えた。ねえ、何かしら妖怪が逃げたけど。ほらほらほら、ちょ、あいつ。ねえ、あれじゃない？待ってし。うう。捕まえられなかった。虫網を持ってたらウォッチモードで虫取りができるだに。捕まえたい虫を狙ってタイミングを合わせて捕まえるだによ。ルーレットで当たりの部分に止まると虫を捕まえることができるだに。虫がいるときにスーパークロミツを使えば仲間の虫がやってくるだによ。ただし、虫がいないときは餌は使えないから注意するだに。なるほど。ス
スーパークロミツを手に入れた。じゃあちょっととりあえず虫捕まえてみるか。これ何？ダンゴムシじゃね？違う？はい、ストップー。お？ゲット！ダンゴムシなんか手で捕まえろよ。って思ったんだけど、どう？さあ来い。あの星の、ちょうどそこ行く？逆に難しくね。ここにはもう何もいないみたいだ。私はあいつが、超、行き止まりかと思ったら違うんかい。あ、来た。何が出るかな？何何？ミュージックカードを手に入れた。これやろ、多分あのアプリで使えるやつ。てかめっちゃ走ってきてしまったし。全然関係ない場所やのに。今ここにもなんか宝箱あったね。ほらほら。カッパ巻きを手に入れた。何そんなもの外に置いてるの。よかった、矢印とかあって。じゃなかったらもうすごい迷っとったわ。しかもちょうどさ、大森山に入るぐらいのところで、あいつが出てくるっていうね。おー、あ、なんか人がいっぱい。お、なにあれ？ウォータースライダー的なやつかな？やるだに！他の妖怪たちも先に集まってくれてるみたいだに。レッツゴー！急いで山頂に向かわなきゃね。さあ、行こう。お、ジャンボスライダーやって。いいね、いいね。誰だよ。お、獅子丸じゃないか。モサク。え、怖いモサク。何あれ。なんか人っぽいんだけどさ。めっちゃ人っぽいんだけど、なんか、すごい切り株に埋まっとるみたいな感じなんやけど。怖くね、あれ。どういう。人おるやん、人。いつも言っている気がするけど、いくらなんでも長すぎだよな。長すぎさん。ジャンボスライダー？いいね。あ、これで帰ってこれるってことかな、ここまで。おー、いいね、それ。なんかすごい急な坂だな。ね。おう、また捕まったよ、獅子丸に。なに、獅子丸に2体と模索はもうお決まりなの？さあ、行こう。ちょっとの、仲間になってくれんかな。ね。お、吊り橋。めっちゃ急やん、ここ坂道。ね、やばいね。こういう吊り橋絶対怖い。うわ、やばいな。あゆな、元気だな。なにこれ、トイレ、トイレ、トイレ。トイレあるよ。なんか落ちてきたし、なに？毛受け弦。なんだそれ。ほら、トイレあるよ、トイレ。ここまでしか入れねえ。なんてことだ。中までしっかり入れるかと思ったのに。入れたからなんだってことやけどね。そこまでは何にも、何あれ？なんか左側のやつ。なんかあるんかな？逃げろーい。もうダッシュしたら獅子丸負けた。よかったよかった。戦えやって感じだけど。お、こっちか山頂。着いたよ着いたよ山頂。大森山、何あそこ。なんかめっちゃ集まってね。なんかモンスターめっちゃ集まっ、モンスターじゃない。妖怪めっちゃいいね。ああ、なるほどね。仲間でした。なるほどね、そういうことね。みんな、集まってくれてありがとうだに。それじゃあ早速、ロケットを作るくまよ。おー。地道に組み立てるスタート。なになに。噴射口パーツを取り付けよう。組み立てコマンドを入力せよ。あ、なるほど。A, B, A, B, X, Y, X, Y。あ、すごいね。そういう感じなんや。お。
完成度 25%。 そしてエンジンパーツを取り付けよう。 A、B、Y、X、 上、上、下、下。なんかあれやね、ストリートファイターとか格闘ゲームのコマンド入力しよるみたい。完成度 50%。 これもう半分もできたんや。メインパーツを取り付けよう。はい、左、右、左、右、 R、R、L、L。 まあ私格闘技のコマンドとかさ、ちゃんと入力できたことそんなないけどね。なんかあの紙を見ながら入力したことはあるけど覚えれない。最後、先端パーツを取り付けよう。はい、 L、R、L、R、B、下、え、長、間違えた。え、最初からマジか。 L、R、L、R、B、下、X、上、Y、左、A、右、R、L。 なるほど、間違えたら最初からか。完成。なんか超適当な組み立て方やけど大丈夫なあれ。完成。なんかポイってね、投げておいたけどあんなんで大丈夫な。これからが本番だぜ。エンジンは俺に任せろ。おー、燃えるね。燃料電池は僕だよ。発電士。冷却装置は私に任せて。もうすげえ、いろんなパワーが。よっしゃ、行くでー。ショックアブソーバーワイヤー。おー、最後の仕上げは CPU。 これで完成クマ。お、これでロケットが。コングラチュレーション。いいね、いいね。やっぱり博士は来ないんだに。もう一度呼んでこよう。マジで。ここからまた走るの。いやー。あ、そっか、これ。これは何？さっきから気になっとったんやけど。あ、なるほど。ただのコンパスだ。ただのコンパスだ。ん？なんかこの辺。あ、おるやん。よかった、呼びに行く手間が省けたよ。は、博士。来てくれたんですね。少し気になることがあってな。何気になることって。友人のこと？これを、君たちだけで作り上げたというのか？それはそれでなんかヒューリー博士のプライドが、ズタボロに。驚くのはまだ早いです。それじゃあ行くよ。誰に言ってんだってならんかな。3、2、1。おー、すげえな。え？あれ？え？どうなってるだに？なんでちょっとしか飛ばないだに？君たちにしてはよくできたよ。それじゃあ私は帰るよ。君たち、見えとるんやん。ミーたちの夢、思い出してもらうんだに。おー、ウサピョン。おー、すげえ。パワーを。おー、すげえな、なんか。執念やね、みんなの。お、飛んでく？うわ、すげえ。すげえよ、宇宙行ったよ。すごいよ、ウサピョン。みんな誰、ウサピョンってならん。行ったね。あ、ウサピョン気絶しとる。これは、君みたいな子供がどうして。それじゃ、種明かしをしますね。これを腕につけてください。あ、なるほど。つければ見えるってことか。
なんだね、これは。そのライトを使って、あの辺を照らしてみてください。気絶線大丈夫、博士。お、見えたか。博士、会いたかっただに。え、なになになに。これがどうしたのかね。何も見えませんか、うん、残念ながら何も。嘘だに。子供にしか見えんってことかな。うん、では、私は失礼するよ。なんでそんな。なんだ、急に冷めたな。すまない。私は完成させねばならんからな。歴史を変える新型ロケットを。お、ダニ博士が、ロケットへの思いを取り戻してる。強い意志を感じる。あの頃の博士のまんまだに。あれ？今博士と目が合ったような。見えてるんじゃないか。私は約束したんだ。小さな友人とな。この手でロケットを完成させてみせると。見えんふりしたってことか。博士、サンキューベリーマッチだに。ミーのこと、見えてなくても。サンキューベリーマッチだに。おう、どっかに走り去ってった。では、私は行くよ。なぜですか？なぜ嘘をついたんですか？何？博士は妖怪ウォッチをつけなくても、ウサピョンの姿が見えていましたよね。お、つけなくても？あ、そっか。それよ、さっき私も気になっとった。だって博士は、私たちのことを、君たちとおっしゃいました。どうして、ウサビアンは博士に会う日を、ずっとずっと楽しみにしていたんですよ。うん。君の言う通りだ。私にはすべて見えていた。あいつの顔が、チビの顔が、今までと違っていたんだ。え？そうさ。いつもおどおどして誰かに救いを求めている。そんなあいつの顔を私はずっと見てきた。それが今じゃねえ。天命やけん。あいつは私を救いにしていたはずだ。しかし私もそんなあいつを心の拠り所にしていたんだ。私は誰かに自分を分かってほしかった。だからあいつに自分の苦悩を語り、自分自身を元気づけていたんだ。うん。今のあいつは、あの頃の、ビクビクと怯えていたチビじゃない。そしてあいつは、君たちに出会った。私の存在は、チビの今を壊しかねない。博士はそこまで、ウサピオのことを考えてたんですか？チビは私の元を離れ、新しい道を歩み始めている。私も頑張らねばならん。てか、あの辺の妖怪のことも見えたんかな？博士。いつか新型ロケットが完成し、私たちの夢が叶った時、私はチビにお礼を言うとしよう。お前のおかげだと。いいね、いいね、感動だよ。お、なになに？天体観測？はぁ、今日は濃い一日だったね。博士も元気になってよかっただに。きっと博士は新型ロケットを完成させるだによ。ですよねー。そうだね。これは何？家のベランダかなんか？おや？え？何もじもじしてるの？気持ち悪い。気持ち悪いって。気持ち悪いとは何だに？その、なんだ、お礼が言いたいのか？ありがとうだに。アイナのおかげだに。サンキューベリーマッチだに。でもまあ、私たち、なんだかんだうまくやっていけそうだね。何？いい感じのコンビになってきたやないか。さーて、次のお話は？なんだ、次回予告。何の予告やねん。付き合い切れんだに。この時サトエはまだ気づいていなかった。
お、なに？マジで？決戦不思議探偵社。何不思議探偵社って。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。